野村克也環境恵まれていません。練習生です。肩弱いです。身体能力並みです。これ何一つ有利な条件がないとこからの努力の天才。なお不倫相手で後の妻による現場介入。それなおって言って書く内容じゃなくね。野球をよく勉強した屋根の無さんは。野村は自分のアイデアの成功を強調するためにわざと自分の才能や評価を逆さばしとるからな。実際は最初の3年は肩壊してたから大事に育てるつもりだったって鶴岡が明言しとるし、本当に肩弱かったらいくらクイックを当手に仕込んでも阻止率4割記録なんてできるわけねえ。野村さんは自称な老系やからな。自己評価を下げてみせる天才や。新井さんもなんか才能に恵まれなかった努力の人みたいに扱われてるけど普通に違うよな。体がすごい。届かないボールのぞいてガタガタなスイングしてもバットに当たる異常なバットコントロールしとるからな。おかげで当たり方が汚くてほとんど空振りで当たった時だけ綺麗な弟が妙に評価されるというおまけ付き。夜勤の王は天才だと思う。投手にクイック徹底したら弱肩の捕手でも取ってから投げるまでの速さ、トレーニングしたらかなり改善するらしいし。ホークス OB 同窓会試合で嫌われすぎて誰も挨拶来なかったエピソード好き。巨人との試合のやつやろ。あれは長島大ハリーがノムの元に来て長島と和解したからそれだけでよかったんや。南海ホークス本拠地ラストゲームにはさすがに来るんやないかの予想を裏切り先輩 OB がぶち切れる。高卒1年目から1軍経験しました。高卒2年目でウエスタンで打率2位になりました。高卒3年目で129試合出てホームラン9本打ちました。高卒4年目でホームラン王取りました。スーパーエリートやんけ。追加史上初の175組以上のホームラン王でかくて上手い選手の走りや血の滲むような努力の賜物や。しかも当時のパってのがまたすさんよな。当時の175組って今の185組くらいになるんちゃうか。今で言う育成契約やぞ。しかも1年目解雇されそうになって南海電鉄に飛び込んで自殺されたくなかったら契約してくれ言うて繋がった曰く付きや。こいつを1年でクビにしようとしてた無能球団が今やジャック帝国やからな。昔の写真でたの子供はユニ着てるのに飲むだけユニじゃないの。ほんと悲しい。今の日本で育成高卒の一流や主催出てこん現状見るとこいつかなりヤバいよな。老害扱いされてるけど広岡達郎好きやわ。打倒巨人からの日本一ってすごいやん。言うても1980年まで現役だったのにバックネット裏からの資料映像みたいなのしか見たことない。